結構むずそうなのによくやるな。移動の時にちゃんと置くのかドキドキしますね。ワコス。ちゃ、マジでドキドキだよ。ドキドキが止まらないんだけど。はい、ワコツありがとうございます。なんで枠移動するたびに映るかな、映んないかな、映ったって言わなきゃいけないのか。あのなんか連動しないんだよな、うまいこと。そろそろ剣舞君が愛媛に旅立ちそう。オレンジ畑に天候が終わんなくて参戦できねえっすよ。青森から愛媛。ああ、浜さんいらっしゃい。原稿終わんない。やっぱ自分の仕事は終わらせてからゲームやると気分いいっすよ。40分あれば戻ってこられる。愛媛から青森に40分あれば戻れるんだけど。その日本縮尺おかしくね。エリが酔いわはず。6000距離で 700km ぐらいあるから松坂に上ないと無理なんですけど、ガス地産してから落ちたことあるの。今の投げるのはそこだけはダメだ。あそこ悪いんだけどさ。うわー見えねえ。これ負けパターンだな。この中は見えるもんじゃない見えないよ。もうや23フレ中だ。見えないんだけど大丈夫。これやりに来た。わらわら。4作の映画のボコスカと同じ F だからね。しょうがないね。ミカリのゴビンもゴシンも胸が不正だから直が足払いが結構かかがるぜ。ミカリのゴビン、あーそうなんだよね。足払いがしかも移動してくるから空中駆動で固めるのかっこいい。タルミテから笛できません。修正。
修正修正。しかもガルもガルセッチも立ち D だったら吸引したらカウンターヒット確定だからな。立ち A が吸引した先に、読み合っていけ、読み合い読み合い、殻落ちたこと、まあ殻落ちたことはあないっすね、一回も。コビーも移動部分で避けれる時あるしな。さすがレジェンド。間に合うのか。読まれた。僕はエサ箇所に浮かされました。他はないです。 AI、 あ、シッキーか。このゲームおかしない？AI ってスパロボだと雑魚このゲームの AI 強すぎて。実機は常に必中、魂がかかってるから。怪しい。アウトかなさそう。フリップ派生からダッシュ足払い繋がるの条件あるんですか？繋げやすいのはフリップの派生を最速で出して、で足払い、スライド足払いも最速。条件としては補正。ジャン A2回まで刻んだ時の A 連ならダッシュ足払いいけます。画面端から。そういやたまにエッチに具体的に何ポイントとかはわからない。貼ってやりますけど、どういう場面。なるほどなるほど、ありがとうございます。あれはゲージが 100% ゲージが 100% の時に最大狙うか、それかゲージためですね。あれため 2B ボムため 2B ボムでゲージ 15% ぐらい溜まるんで、
最後それで 100% にしたい時とかよく持ってきます。そんなにデージたまるんですね。あれわやあざす、かなりゲージたまります。立ち回りのために別にガードさせなくてもいいって思ったから、隠る。あグダグダ。ボロボロ落としすぎコンボ。ラスカさんのコンボ制御か。出ない。いやマンダラが出てなかった。全てはそこだった。お互いコンボ制度があかん。いった一撃とかもうどこに隠るんだっていうレベル。マンダラとか隠るのかな。一撃調べてないな。コッパは SB が確か暗転返しで隠んないんだよな。一撃56F なんて無理かと、Pかスグなら、マギのクソに煽ってくるやつもいるから。うわ。
力でライドすると感じ波の体力にある足立さん。B がマイナス7なんだ。さすがにあんな状況で使われたことないからわからんかったな。暗転返しすればよかった。マイナス7か。ガードしたらダメだな。ナオイマンダラもマイナス11しかないっす。起伏だけど。そう、A マンダラ意外とあれガード差し付きないんですよね。スブライトマイナス1、スブマンダライチ、こいつほんま。ミスター気が合わない気が合わない。足立の 2B ちょっと対空釣りに弱いな。全体フレームすげえ長い。せやで、ゆかりももう一個ぐらいスプスキル欲しい。確かに全体 50F なんで飛んでくれないんですかね。機能するやつにはするんですけどね。うん、足立ってこいつ 2B 仕込み投げ抜けできるキャラ。全体 50F ザベスみたいに。
全体フレームが長い。敵の意見は攻撃発生と空中反転以降が同時。コフィーに3番目の海の中なお発生は13億。コビニ三段目意味ない。クビちょっとだけダメージ伸ばせるよ。ぶっちゃけいらない。なかったら立ち回りでスライドボディがいるから強いんだけどな。あゴビの発生13フレか。ちょっとだけダメージ伸ばせる。いらない。コンボでじゃあいつもコンボやるときはゴビ初段でキャンセルして出すと。 CB が 13F、 ゴビは 7F やで。ゴビ7フレ？くっそ早いな。B7 フレは早い。1しか違わない。へえ、そんなに早いんだ。5A と 2A 両方6フレなんだ。 2A6 フレはいいな、結構。できること増える、知恵戦とか。いや冗談だけど、 2A が6フレっていうのに意味がある。全体が18億しかないのはとても強い。うわコンボミス。イーバータイ。イーバータイ。ただのコンボミス。怖い怖い。
風投げ体育もあんまり怖い、本当に怖い、駒投げ気合わないで。いやでもね、いやそれ気合わないっていうのはね、俺やられるとき一気にやられてるからね、そんな感じしないだけだよ。噛み合わないときマジ噛み合わない。あ、オレンジになった。バッハさん、相手が積極的にペルソナ破壊する人だったらどうします？積極的にペルソナ破壊する人だったら D 設置じゃなくてマハガル設置使います。オレンジ農家になったか。マハガルはペルソナ攻撃判定が発生する瞬間はペルソナが出るんですけど、一度風出たらもうペルソナ引っ込んで設置できるので、そういうところでペルソナの枚数少なくします。それがわざとペルソナ多めに出して早めにぶっ壊させて次4枚で臨むっていうのも。感電か。画面端で自動設置後に相手に連当たりと自動が残っててクリップが出ないことが多々あるのですが、どうしてますか？え、やばくね、これ。終わり。まだ終わらない。焦ることはありません。終わらせんか。うわっ、投げ。ここまで殺してみせる。あー、なんだ今の、繋がってる、おかしいだろこの声。終わらせない。ジャンディ設置後に相手にエリア当たると JD が残って、そういうと